こんにちは、パーソナリティのももです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日の速報は、1、海外の反応。大谷翔平&エンジェルス、来季はどうなる。米メディアから厳しい見解が相次ぐ。来季は不安でいっぱい。2、ももの独り言、言わせてください、私はこう思いますについての海外メディア反応です。メジャー5年目を終えた今季、ロサンゼルス・エンジェルスの大谷翔平は、投手として166イニングで15勝9敗、防御率 2.33、219奪三振とハイスタッツを記録。打者としても打率 .273、34本塁打、95打点、オプス875と活躍し、シーズン30本塁打&続けた勝利、投打ダブル規定到達といった史上初の偉業を次々と成し遂げてみせた。しかし、こうした二刀流スターの奮闘も虚しく、現地時間10月5日に幕を閉じた今季のレギュラーシーズンでエンジェルスは73勝89敗と負け越し、2015年以来シーズン勝ち越しができておらず、アメリカンリーグ西地区3位で8年連続のプレーオフ進出を逃した。この結果には米メディアからも厳しい声が広がっている。大谷の帰国会見があった18日、エンジェルスの課題について、大谷とマイク・トラウトというリーグ屈指の選手を擁しながら負けを重ねていることだと指摘したのは米メディアブリーチャーレポート。記事内では、フィールド上で最近のチームが取り組んでいることに満足していないと大谷の心情を分析した。また米放送局 CBS スポーツは、大谷が18年に加入して以来、エンジェルスは1シーズンで80試合より多く勝ったことがないと報じた上で、過去4シーズンのうち3シーズンで85試合以上負けており、例外はパンデミックによって短縮された20年シーズンのみ。この年の勝率は約 43% で92敗ペースだったとデータを紹介している。加えて米スポーツサイトクラッチポインツは、またしても狂ったシーズンを送ったと大谷を高く評しながらも、彼はチームの状況を変えたいと絶望しているが、エンジェルスでは無理かもしれないと記述。スタースラッガー兼ピッチャーがチーム成績への不満を抱えたままでは23年シーズンが不安でいっぱいだと懸念を示した。レギュラーシーズン終了直前には年俸調停を回避し、エンジェルスと1年3000万ドル約43億4000万円で契約を結んだ日本の異彩、大谷しか勝たんという言葉が生まれるなど、チームとしてもどかしいシーズンが続いているが、果たして来季以降はどんなパフォーマンスが見られるのだろうか。ももの独り言。大谷は昨季46本塁打を放ちながら投手としても活躍し、満場一致でア・リーグ MVP を受賞。今季は打者として34本塁打、投手として200を超える奪三振と15勝を飾る活躍を見せ、投打に輝きを放ってエンゼルスに貢献しました。しかしながら、大谷翔平はエンゼルスのチームメートから実質的に何の助けも得ていないし、また来季エンゼルスで何か劇的なことが起きない限り、エンゼルスは彼にとってチャンスが訪れるチームとはならないでしょうと思うのが普通ではないでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、もも宛てにお気軽にコメントしていただけましたら大変嬉しいです。また見てよかったと思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。チャンネル登録していただけますと、ご希望者には PDF レポート、ヒット商品開発の裏技を贈呈させていただきます。チャンネル概要説明欄。